3歳の頃からバイオリンをやらされていたので、それが嫌で嫌でね、毎日すごい厳しいレッスンだったので、子供の頃はバイオリン音楽に対して恐怖のイメージしかないですね。最初の YMO を聞いて、なぜかギターを持ったんだけど、もちろん全然違ってて、全然入り込めなくて、本当に自分がギターに目覚めたのは高校生になってからですね。それもね、プレイヤーというよりは作曲家になりたかったんですよね。で、作曲家コンポーザーになりたくて、そのためのツールとしてギターが一番しっくりきたんですね。多分弦楽器がしっくりきたんでしょうね。もともとはね、ヒデさんがルナシーを見つけて、ヨシキさんにいいバンドがいるからぜひエクサシーでやろうよって紹介してくれたのが始まりだったんですよね。まあ、あの人は最後までそうだったんだけど、本当に子供みたいに何にでも興味を持って、常に新しい音楽や新しい刺激的な若いアーティストを探していて、その中でルナシーと出会ったんですね。あの人はね、不思議でね、当時はまだ携帯電話なんかないんですよね、90年代初期だから。でも俺がどこに行ってもね、電話かかってきたんだよね。居場所を見つけて、関蔵今から温泉行こうぜっつって、え温泉いいですよ、行きましょうよっつって、箱根に行って大暴れしたりとかね、まあとにかくよく飲んだ、一緒によく飲んで暴れ、あの頃は狂ってたな。まあその頃はすでにXはすごい巨大だったので、やっと生が見れたっていう感じでしたね。XJAPANのギタリストとして XJAPANを最高のレベルに引き上げたいという意欲があります。それがだから、その世界レベルの成功なのか、またはもっと音楽的な面なのかは具体的には分からないけども、 XJAPAN としての自分の全うするべきことをただ全身全霊でやり遂げることが自分の目標ですね。